この巣は。やはりあのダンジョンも理想とほど遠いな。ならば次はあそこの調査に。お邪魔するよ。おや、ミズさんは？いらっしゃい、コウマ族の娘よ。ポンコツ天使を探しているとは、大方小説のネタ探しであろう。さすがだね。新作が行き詰まっていて、刺激を与えてくれるものを探しているんだ。そのような時には気分転換をするのも一興であるがな。まさか君も悩んでいるのかい？もしかして前世の記憶が突如として蘇り、愛しい人を手にかけなければいけない定めだと発覚して。なんじらネタ種族の特殊性を我が輩にまで押し付けるではない。理想のダンジョン作りに行き詰まっておるのだ。赤字続きで店の経営に集中したせいか、どうにもいいアイデアが出てこなくてな。魔王軍元幹部にも悩みがあるとは驚きだね。そう驚くことでもなかろう。一つ提案がある。何時、禁じられし血にまみれた秘宝に興味はないか？この禍々しい雰囲気、胸が高鳴るね。でもいいのかい？せっかく見つけたダンジョンなんだろう。構わぬ。我が輩としては宝よりも何時らがどう攻略するかを見たいのでな。せいぜい頑張るがよい。期待しておるぞ。バニルが楽しみにするという時点で嫌な予感がしますが、血にまみれた秘宝というのはロマンがありますね。どんどん森の奥まで進んでいくから、なんだかおかしいと思ってたけど、そういうことだったのね。みんなで一緒にお買い物に行くんだと思ってたのに。ダンジョン攻略に必要なアイテムを買いには行ったでしょう。満足してください。私にはユンユンが必要なんだ。ぜひ協力してほしい。え、必要って？今日は新作のネタ出しも兼ねていてね。君たちには主役のモデルになってほしいんだ。信頼できる相手だからこそお願いしたいのだけど、ダメかな？まあ仕方ないわね。一緒に宝探しっていうのも楽しそうだし。相変わらずのチョロさですね。ユンユンはともかく、私の見せ場はかっこよく書いてくださいね。もちろんさ。それじゃあ行こうか。この命を失っても必ず秘宝を手に入れよう。命は大事。なんでいきなり岩が転がってくるのよ。文句言ってないで、あそこに隠れますよ。一時はどうなることかと思った。おや、今の音は何でしょう？あー！今度は上から岩が！ふこの失望、落胆、まずまずの悪感情である。やはり失楽園に封じ込められし天使がこぼした涙のごとき秘宝は、そう簡単に手には入らないようだね。あれ、血にまみれたとか言ってなかった？秘宝とは、思う者の心によりその姿を変える、そういうものなんだ。しかし危険であればあるほど、この体に流れる血が熱く燃えたぎります。私はそうでもないかな。早く終わらせて帰りたい。ロマンあふれる宝が眠るダンジョンに来てまで何を言っているのですか！そんなことでは族長など夢のまた夢ですよ！望まないまま長になることを宿命づけられた一人の少女。しかし、とある悲劇をきっかけに異なる人格が誕生し。やめて！想像でも私に悲しい過去を背負わせないで！新しい人格なんて誕生しないから！いつまで無駄話をしているのだ。さっさと先へ進むがよい。
そうだね。ここから何が待ち受けているのか楽しみで仕方ないよ。この巣場、この巣場、ようやく最深部のようだね。ここに噂の秘宝が。どうであろうな、せいぜい期待しておくがよい。険しい道のりでしたね。ユンユンが石像を友達だと勘違いして談笑していた時はどうなることかと思いましたよ。あれはあれでなかなか心揺さぶられる光景だった。しっかりこの目に焼き付けさせてもらったよ。見てたの？ねえ、どこから見てたのよ。どこからといえば最初からに決まって。今ちょ、ユンユンやめてください。服が伸びます。忘れてよ。話してください。まったく。それでそこの大きな扉はどうすれば開くのですか。うむ、隣に意味ありげな石板があるようだ。何か文字が刻まれている。高き門番が常しえの眠りに誘われし時、秘宝はその姿を顕現せし、眠りをもたらすは世にも耽美な立ち姿か。心躍る文章だね。この高き門番っていうのはもしかして。あの奥にいるモンスターのことであろう。どうすればいいかは分かっておるな。美しい立ち姿、つまり何かかっこいいポーズを見せればいいということだろうね。それはちょっと難しそうね。あんまり自信ない。コーナ族がそんなこと言ってどうするのですか。私がお手本を見せてあげましょう。我が名はメグミン。アークウィザードにして勝者な立ち姿でいずれ世界中の全てを虜にせし者。別に名乗りはいらないんじゃ。怒っているね。どうやらお気に召さなかったようだ。このセンスを理解できないとはまだまだですね。では次は私の番だね。我が名はアルエ。コーマ族随一の発育にしてやがて作家を目指す者。ダメみたいね。私はいいと思ったけど。慰めはよしてくれ。優しさだけが人を救うわけではないんだよ。ここはもう一度私が新たなるポーズでこのモンスターをギャフンと言わせてやろうではないですか。何時らネタ種族に任せていると時間がいくらあっても足りぬ。見ているがいい。独創的でありながら何か郷愁を感じさせるポーズだね。やられたよ。ふん、耽美な立ち姿とはこういうことである。ぐぬぬ、まあ悪くはありませんが、果たしてこれでいいかは。なあ、私のポーズの方が素晴らしいのに。センスのないモンスターですね。モンスターすら眠らせるポーズというわけか。私の創作意欲も刺激されたよ。何を満足げな顔しておる。扉の中に宝箱があるが開けなくていいのか。このモンスターが守っていたのね。起きる前に中を見ないと。おっと、噂の秘宝を最初に手にするのは私です。せいって、からではないですか。いいぞ、この苛立ち。期待通りである。ありとあらゆる罠を乗り越えた先にあったのは虚無。まるで人生のようだ。まったくもっていい趣味をしておるものよ。これでは苦労した意味が。で、今度は何です。ダンジョンが崩れ始めてる。そういえば
開けた時わずかにカチッという音がしていたね。あれはもしや仕掛けの作動音？実に愉快！ふぅ、ひどい目にあったわ。だが崩落するまでに随分時間がかかった気がするよ。もしや脱出の時間まで計算されていたのかな。かもしれぬな。崩壊した以上もう使えそうにないが、なかなか悪くないダンジョンであった。ああ、本当にいい体験をさせてもらったよ。これこそが秘宝だったのかもしれないね。何をありがちないい話風の結末で締めようとしているのですか。結局私もユンユンも何も手に入れられてはいないのですよ。私たちは一体何のためにこんなことを。苛立ちの悪感情、ごちそうさまである。